2曲目にお送りした曲はソフトリーというソフトリーアルウィンサンライズモーニングモーニングサンライズです。じゃあ、最後の曲になるのでメンバー紹介をしていきたいと思います。じゃあそうですね、ドラムからいきます。オンドラムス尾形誠意、オンギター尾崎かな子、コンピアのホルデー神林和樹、この3人は1回生でして、かなり上手に毎回頑張ってくれました。本当にありがとうございます。じゃあ、オンベース富山聡太、じゃあ私、4回生の山川隆也でした。最後にお送りする曲なんですけども、僕が、洋楽を聴き始めて、結構好きだなと思った曲の中から一つ曲取らせてもらいました。モータウン社で会社から、で多分一番有名な、一番じゃないと思うんですけど有名な方から取らせていただきます。スティービー・ワンダーからゼンシーラブリーという曲です。